はい、どうも、セリカです。お知らせ、セイキンさんのスキンがゲットできました。ありがとうございます。そして、来ましたね、ちょうど12時、ちょっとですね、青鍵祭り、青鍵祭開催中。週末限定で特別イベント、青鍵祭が開催。マップのどこかに巨大な宝箱が出現。ベッドや本棚など宝箱以外の場所に隠されている鍵を3つ集めよう。鍵を3つ集めると巨大な宝箱を開けることができる。中には豪華な報酬が。なるほど。鍵を3つ集める。で?来たー。激レア豚スキン登場ですね。これは噂の豚さんですね。いやー、よかった、来てくれて。可愛いとか通り越して、ちょっとほっとしてます。ちょっとね、騒ぎ立てたので、豚スキンがオクラになったんじゃないかっていう、お話もあったりして、いやー、よかったなのでね、まあ、もしかしたら勘ですけど、直前で、フクロウと豚さんが入れ替わったのかなっていう、まあ、そんな勘はしてますけど、まあ、そうではないかもしれないんですけどね。いやー、よかった。ただ、ちょっと難しそう。難しいぞ。マップ落ちてるってことかな。青い鍵が光ってたりするのかな。ちょっと今ね、初めてなのでやってみたいと思います。3つ集めてこの宝箱のところに行くっていうことかな。ね、そうですよね。じゃあ早速行きたいと思います。はい、来れました。すごいですね、これ。新マップというか特別マップということですね。混乱、なかなかね、ちょっとすぐにマッチングできなくて、やっとごめんなさい。やっと入れたっていう感じで、何もない。もう何もない。もう鍵が取られたっていうことですか?今ね、これ初めて第1試合目ですね。全く訳がわからない。どこに行けば?どうすれば?ロッカーは関係ないのかな?で?落ちてんのかな?光ってる?どんな感じで?どこに行けば?マップがわからない、全然。ボットがコラーってて、これ宝箱の部屋の、違う!また新しいマップだ。なんて書いてある。メガネがない。もうね、寝る準備万端だったので目が見えない。青鍵なんとかって書いてある。青銭がもらえた。もう何もない。青に来てる?何これ、お祭りの太鼓が。もう何もない。誰かもう取ったってことですか?どういうこと?こんなにたくさん鍵があるってこと?もう何もない。ここにはもうないってことか、鍵は。光ってるのかな?見えるのかな?これは何?毒が来てる。もう何もない。もう何もないっていうところに何かあったっていうことですね。ちょっと待って、場所がわからない。どこに行けば。右側もう毒来てて、道はどこ?どこに行けば。左下でもう毒が来てる。こんな狭いマップなの?こっちの上どっか行ける?行けないよね。行き止まり?とりあえずガスマスク、青玉がまだ出る。ちょっと待ってね。どこに行けばいいの?これもう何回も通ってますよね。マジでマジで、どうしようどうしようどうしよう。ここの、左側に道があるけど、もう毒来てるよね。どうしたらいいんですか。道がある。ここか。もう何もない。結構もう、じゃあ皆さんでも鍵取ってんのかな。どういうこと。行き場がない。左側にも全然ある。下にもあるけど行けない、毒で。ちょっと待って。ちょっと待って。怖っ。青鬼は普通の青鬼ですよね。ボット部屋ではなかったので。上向ける。何これ、めっちゃ広い。どこに何が、どこに何が、わからない。あれ、ここさっきと違うとこかな。何もないって。怖っ。もしかしたらめちゃくちゃ広いのかな。迷路みたいですけど、鍵がね、見つけられない。青い鍵が落ちてるのかな。ちょっと待ったね。ちょっと待って。わー、毒が来てる。この大きい鍵関係ないのかな。待って待って、道がわかんないな。これ何、壁画が、何何わかんない。ここさっき来たかしら。このさ、ひるびた鍵は関係ないのかな。これ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 関係ない。何もない。ちょっと待って、行き場所がないですよ。鍵はどこ。3つも見つけられる。なんかね、もう行き場所がないんですよ、毒が来てて。ちょっと待って、ちょっと待って、どこに行けばいいの。これキラキラ普通に拾えるの。ガスマスクだった。ガスマスク1枚いただきまして、どこに行けば。これもう行けないんだよね、きっと。いやー、
息吸えるとこある？ヒロシ助けて、わかんない。マジでわかんないわ。ちょっと難しくないですか？でローラスケート、え、ここ最終？ここでも5人、何もないまま終わりだ。待って、息が吸えるとこがない。ちょっと第一戦謎で終わりました。何もなかった、何もなかったと何もないと、あ、何ここ、これ、死んだ。待って、わかんない。お、待って、またなんか違うマップが来た。いや、怖っ。待ってね、今度海の上に浮かんでるマップ、青ゼニ1枚、何もなかった、何もなかった、何もなかった。うわー、もう出た。ちょっと待って、すごいマップ。これなんか節分の時に鬼マップに似てる、海に浮かんでる感じ。うわー、すごいこれ。あ、こういうこと、なんか頭の上に鍵が一個ついて、あ、なるほど、目に見えないんだ。こうやって探してると鍵が発見って言って、なんかログが黄色、落ちた。なにこれ、マグマ、危険だよ、地下広すぎないこれ。待ってね、あと2つ、青ゼニ10枚だった。あー、何もない。こういうとこにこう落ちてるってことか、くまなく探すっていうこと、大変すぎない。あ、待って、また誰か一人青鍵を取ったっていう、あ、後ろにいる人一つ取ってるんだ、一つ一つ。これ死んじゃったら、あ、もう一人いた。死んじゃったらもらえるとかあるのかな。さっきのマップ一人も鍵持ってなかったけど、あ、しまった、癖で宝箱開けちゃうけど、宝箱あんま関係ないのかな。いやいや、息が吸える、ない、息が吸えない。どうしようどうしよう、登れる。あー、キラキラ、ローラスケート。待ってね、地図が全然わかんない。下はマグマっぽいようなとこで、上は海に浮かんでて、ちょっと島みたいになってて、あと2個なんかね、ちょっと2000、 まだ2000か3000ぐらいしかやってないんですけど、時間なくないですかこれ、終わっちゃう。これあと2つ見つけて、イニシエの大きい宝箱を開けるっていう作業が必要で、待ってね、これ宝箱があるとこって青桐でも行けないとか、そんな悲しいことはないですよね。ないよね。息が吸えるとこをたどっていけば、その大きい宝箱にありつけるのかな。ただね、この辺も見尽くして、やばい、積み気味ですねこれ。もう行く場所がなくてもね、多分毒斬りのとこは探せなくって、あれ、青逃げしちゃった。これ青逃げしたらなんかある、鍵持ち越しとかあるのかな。ただの1位で終わり。しまった、マップが見れない。うん、また違うマップが来た。すごいね、運営チームさん、これすごすぎますね。何もない、もう取られちゃったってこと。え、これさっきとまた違うマップ、レールがあって、いや、もういる。ちょっと待って、1体なのに、あ、誰かが、うわー、危ない。海だ、誰かが青鍵1つ目。何もないか、これは入れるのかな、入れない、何もない。待ってね、人数多いってことは150人いるバグなんですけど、これは時間が稼げるラッキーと取るか、青鍵の争奪戦で不利と取るか、どっちなんだ。もう本当に取られてるね全部。で、青桐が来る前に、あ、一つ取ってる人いる。これってこの人が死んじゃったら多分奪えるっていうことだと思うので、まあもしかしたらあんまり良くはないですけど、イニシエの宝箱をまず見つけておいて、そこで最後の一つとかを駆け込んでやられちゃった人から奪うっていうのもありですよね、一応戦法としては。二つぐらいは自力で、おー、なんだここ、自力で見つけ、あと一個見つからなくなったら、イニシエの宝箱の前でスタンバイして残り一個を奪うとか、まあちょっとそんなやり方でも悪くはない。わー、毒、いつの間に。ちょっと待って、道が本当わかんない、やばいなー。もうね、私みたいなね、ゲーム音痴はね、これ闇雲にやってもダメなんだきっと。マップをね、多分覚えないと。あ、あった、あれか、左下あれだよ。あ、どう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 、待って、どうやっていくの、あそこに。あれがイニシエの宝箱ですね、青いやつ、大きいの。あ、こっから行くのかな。いや、まだ76人だから時間的にはまだ行けるはず。通れない。ちょっと待って、青鬼がすごく邪魔。
これ青鬼いなくても難しいのに青鬼いたらだいぶ難しい。ちょっと待って、さっきのとこにどうやって行こうかな。何もないよね。ここ人がいるってことは一通りも取られてるのか。ちょっと地図の勉強しなきゃいけないな。もうね、基本的にね、方向音痴の、地図音痴のゲーム音痴なんで、もうほんと最悪なんですけど。青鍵祭とか青鬼オンラインとか、まあ、向いてないんですけど。ああやって直前で倒れた人から奪うっていうのもありですけどね。やばいやばいやばい、地図がわかんない。43人か、どこにいるんだみんな。鍵はどこ？一個もないわ。この辺も取り尽くされてる。一応3つ揃えばあそこに。うわ、落ちた。おお、なんかありそう。でもまあ取られてるよね、そりゃね。29人なら、ちょっとまだ時間的には余裕があるけど、どうしよう。一個持ってる人がやられちゃったら奪えると考えて、あと一つか二つは自分で見つけて、わあ、いる？いる？降りてくるよね、きっとね、青鬼も。やばー、難しい。いや、これ私は簡単にいかないな。やばい、やばいぞ。基本的にね、ほんと地図もわからなくて、なんていうんですかね、車乗ってても高速で逆走して全然目的地と違うところに行っちゃうとかね、ジャンクションで、あっやられた。ちょっとマップ見れるかな。あっ、広っ。上と下があって、ここ地下はマグマじゃなくて、レール、線路のとこですね。あ、鍵もちゃんと見えるわ。あ、でやっぱさすが、え、でも最終地、いにしえの宝箱最終地じゃない。そんな難しいの？毒斬りの中こう行かないとあそこ開けられないってこと？難しすぎる。ちょっとごめんなさいね、なんかね、カクカクしちゃうんです。マップをお見せしたいんですけど、ちょっとカクついてしまってすいません。こんな感じか。キラキラヒロシがいる。いや、そんなのどうでもよくて、はあ、難しい。ちょっとマップによるかな。全部のマップちょっと調べたいですね。この地図の場合は宝箱はあそこにあると。はい、途中で画像を挟んでると思います。開始ね、1時間ちょっとでね、ゲットされた方がいらして、画像をちょっとお借りしてきました。大きすぎますね。ワードはブヒブヒのような感じですね。スキン豚。いや、大きいなー。ということで、まあゲットされてる方いるっていうことなんで、いや、難しい。私にはちょっと難しいんですけど。まあ、時間かければゲットできるかなという感じでございます。やばい、欲しい。欲しいですね、これ。画像ご提供ありがとうございました。いや、豚がいる。早ー。すごいですね。あいたいたいた、豚咲いた。いやあれ、どっか行っちゃった。あ、落ちた。大きかったね。もうゲットしたのすごいね。あ、いや、毒だよ、毒。どこ行っちゃったの。豚さんが、穴に落ちて見失ってしまった。いや、すごいね。いやいや、わかんないわかんない。どこ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 。いや、無理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 。無理です。危な。いや、もうちょっと行くとこないな。わー、詰みました。キラキラ、鍵じゃないよね。はい、ということで、もう行き場をなくし、鍵もなく死を待つのみなので、今日はこの辺で失礼したいと思います。また地図とか、ゲットした人からの情報とか共有できたらいいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。